はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。さっきの衆参補欠選挙において安倍元総理の選挙区だった山口4区から出馬して嫌がらせとしか思えないようなと見られても仕方がない選挙戦を展開していたのが有田芳生さんです。とりわけ注目されたのは選挙期間中の下関は聖地だ発言です。語源をたどると旧統一教会のかつての幹部のリップサービスとしか思えない発言なんですが、これを拡大解釈して下関は聖地だと繰り返したことでお笑いコンビロンドンブーツ1号2号の田村敦史さんが有田芳生さんの発言また並びにそれに賛同する人らを軽蔑するとツイートしました。これに同意する形で元おにゃんこクラブの現在は作家としてもご活躍されております国生さゆりさんが田村敦史さんを擁護する形でツイートすると、有田芳生さんは田村敦史さんではなく国生さゆりさんの方を取り上げてまさにリーガルハラスメントとばかりに訴訟をちらつかせました。さて選挙からおおよそ1ヶ月が経ちました。現時点において訴えてやるという動きが見えないので、やはり裁判をちらつかせて言動を封じるスラップ、すなわちリーガルハラスメントだったということになりはしないでしょうか。かように言論には言論で対峙するのではなく、裏から手を回すかの別の手段で言論を封じようとするその態度、これを裏付けるかのツイートを令和5年5月14日の有田芳生さんのツイートに見つけたんで紹介します。あまりにも悪質なので記事を書いている記者を公文社内部から調べました。要するに取材などせずに机に座っただけの匿名記者、これではフラッシュ本体のレベルまで疑われてしまいます。報道ではなく脱皮ですね。有田芳生さんは日本共産党と大変つながりの強い出版社を振り出しにして、そこを追い出されてからは朝日ジャーナルの壺、まあいわゆる霊感商法の追及キャンペーンに参加しております。つまりジャーナリストの側面もお持ちなんです。よってち気に入らねえなという記事を見つけた時に内部に手を回してどんな記者が書いたのかということを確認できる、そんなルートをお持ちだということになります。まさに言論には言論ではなく裏から手を回したという状況証拠じゃないでしょうか。この有田芳生さんの動きにこれから紹介するいくつかの事例を重ねた時に、いわゆるリベラル、あるいは安倍が、あ、もうマスゴミの皆さん、あ、まあ、マスコミの皆さん、さらには立憲共産党の皆さんが日本社会から急速に置いてけぼりになっている、その理由がくっきりとはっきりとしっかりと浮かび上がってくるんです。まず有田芳生さんが悪質な記事とレッテルを貼ったこのツイートには、確かな取材でおなじみの次元社の三品淳さんがこんなコメントを寄せていました。この記事ですか、こたつ記事だとしても基本的な事実関係に誤りはないと思いましたが、どのあたりがあまりにも悪質でしたか。議員さんが出版社に内部から調べたとおっしゃるのは怖いですね。議員さんなら元議員さんというところをケラケラケラとからかってるのかなと思われます。有田芳生さんが悪質と断じた記事はヤフーニュースに転載されたスマートフラッシュのものです。スマートフラッシュの運営元は公文社です。その記事の見出しはこうあります。蓮舫議員が泉代表に弁明はどうなのと吊るし上げ、立憲民主党にもはや学級崩壊レベルとの声。そしてこちらの記事、三品淳さんが指摘するように事実に基づいた論評に過ぎないんです。なぜならこの見出しにありますように、立憲民主党の代表らしき人物である泉健太さんに対して、以前は代表代行を務めておりました蓮舫参院議員がツイッター上でのうざがらみ的なやり取りがありまして、これらを見ているネット民の声を紹介した記事の仕立てになっているからです。そんな言えばネット上での事実陳列ハラスメント的な記事に対して有田芳生さんは悪質なとレッテルを貼ったんです。もちろん記事の論評は言論の自由の枠内です。ところが野党第一党らしき立憲民主党から直前の選挙で公認を受けて出馬したのが有田芳生さん。しかも元ながらも国会議員です。それが内部から調べたというわけですから、政治権力による思想調査らしきものを御自らツイートしているわけです。一般国民から見れば野党であっても国会議員は権力者です。そして天下の公党である立憲民主党の内毛場、あ、間違えた、内紛劇、まあ同じようなもんですが、これを紹介した記事に対して悪質などレッテルを貼って内部から手を回した。
これは政治権力から報道媒体に対する圧力と取られても仕方がない行動で、まさに嫌われる努力なんです。一方、次に紹介するツイートに注目すると、マスコミと同じ穴のルームメイトとしか思えない立憲民主党が日本社会から置いてけぼりになっている理由をうっかり見つけてしまいそうになります。それは1月末までおもらし新聞、毎日新聞の記者らしき人物であり、現在は YouTuber としてご活躍されているのかなという宮原健太さんのツイートです。それがこちら。現場の取材よりもツイッターからかき集めた偏った内容に重きを置く、ゴミみたいな記事だな。元毎日新聞の記者らしき現在は YouTuber の宮原健太さんがゴミみたいと断じた記事は、有田芳生さんが悪質なとレッテルを貼った、やはりスマートフラッシュの記事でした。そのスマートフラッシュの記事の見出しはこうあります。立憲民主党ジャニー北川さんの加害ヒアリングするも支持は得られず、尻馬に乗ったみたい、ほんとずれてる。記事を読んでみたところの結論は、宮原健太さん、あなたが間違っています。スマートフラッシュの記事は立憲民主党がジャニーズ事務所のスキャンダルについてのヒアリングをしたこと、そのニュースを見た読者のリアクションを紹介しているに過ぎないんです。スポーツイベントに置き換えます。プロ野球にしてもサッカーにしても、そのファンや応援団の声を紹介する記事に対して、スポーツ選手本人に取材してないっていうのはナンセンスな話なんです。スマートフラッシュが伝えようとしたところは、立憲民主党のヒアリングなるパフォーマンスを有権者はどう評価しているか、これを伝えるためのものなんです。これは有田芳生さんが悪質とレッテルを貼った記事も同じです。あちらの記事も泉健太代表と蓮舫議員とのツイッター上でのやり取りを紹介してのものです。私はインプレスという会社のウェブ担当者フォーラムというところで、現場のノウハウという週刊連載を10年続けました。だから現場の重要性はかなり知ってる方です。しかし現場と現地は言葉は似ていますが、意味は全く違うんです。現地、その場所に行ったからってろくな取材ができるかというと、その保証はないんです。 SNS 空間をトコトコトコって歩き回って情報を多角的に集めてすり合わせをする、そちらの方がのこのこっと現地に行って一人二人から話を聞くよりも有益な情報を得ることができる、そして伝えることができるということは、ロシアによるウクライナへの侵略でオシントが証明してみせたことです。何より現地、その場所にいてもろくすっぽ取材もできていないんじゃないかなということを証明してみせたのが、毎日新聞の記者らしき人物だった時代の宮原健太さんです。今から3年前となります、西暦でいう2020年8月12日、令和電子河原版の松田隆さんの記事の書き出しを紹介します。総理逃げないで宮原健太記者は12秒かと見出しを打ち、安倍晋三首相が8月4日の官邸での囲み取材に答えた際に、毎日新聞の宮原健太記者が取材終了後に罵声を浴びせた。最近この例が目立つが、罵声を浴びせて取材に答えようとしない総理というイメージ作りという政治目的、そして自分は権力と戦っているというアピールと自己満足のためにやっているとしか思えない。電撃的な退陣を間もなくと控え、今となって振り返ってみたときに、最も病状が深刻だった当時の安倍晋三総理大臣、そんな安倍総理に逃げないでと罵声を浴びせたのが、当時毎日新聞の記者らしき人物だった宮原健太さんなんです。また質問らしきものも国会を開けという要求でした。これ野党の議員ならばともかくですよ、これあえて言います。現地に行って取材と称して時の総理大臣に命令をする、端的に言うと何様ですかという話です。もちろんその言論の自由らしきものは尊重します。しかし民主主義の手続きで選ばれた我らが安倍総理大臣です。よって毎日新聞の記者らしき人物というのは、現地にのこのこのこと言って我々の民主主義を超越したかの振る舞いをしていたということになるんです。確認のために繰り返しておきますが、スマートフラッシュの記事はニュースへのコメントというネットの声を紹介するものでした。これを現場の取材よりも、そしてゴミみたいなと評価しました。しかしかつて宮原健太さんご自身が、ご自身の YouTube 番組でですよ、
ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますというネットの声を取り上げて番組にしていたんです。ご自身もかつてはハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますというのをネットの声として、これによって世論が動いた的な番組を作っておきながら、スマートフラッシュが取り上げたネットの声はゴミみたいな記事、実に不愉快、面白いとしておきます。自分に気に入らない記事を全否定するために悪質なとかゴミみたいとレッテルを貼るのも言論の自由ではあります。ただこうやって見たときに、ネットの声なるものの正体に安倍側の皆さん、そこに隣接するというか同居しているマスゴミの皆さん、さらにそこにもさらに同居しているかなと思われる立憲共産党の皆さんというのは、このネットの声が誰なのか、これご存知ではないんじゃないかという疑惑が、ちょっとかーん、有田芳生さんを公認した立憲民主党の政党支持率はついに野党第2党、2位じゃダメなんですか状態になりました。現時点において回復する兆し見えてきません。宮原健太さんが所属していた毎日新聞の没落の快進撃は止まらず、その上値上げを発表したんで、さらなる読者離れが噂されております。もう毎日新聞やめたから関係ないもんねっておっしゃるかもしれません。ただそんな YouTuber さんのチャンネルをとことことこっと見に行ってみると、毎日新聞の現役記者が YouTuber にと題した3年前の番組は1万4000再生を記録しておりましたが、直近ほとんどの番組が2桁の再生回数と大変少ない、数えやすい親切設計の番組となっていました。チャンネル登録者は1万人に遠く届きません。白がこう言ってます。嫌われる努力、白ちゃんが何を言ってるのか分かんないんですが、それでは結論に入っていこうと思います。いわゆるリベラル、または安倍が、そしてそこにトコトコトコって足並みを揃えます。テレビに代表されるマスコミと、そのマスコミが唯一の一択の武器である立憲共産党が、急速に日本社会から置いてけぼりになっているのか、その理由です。この答えをトントントンと裏打ちするかの記事を、ネット媒体ニュースビジョンに見つけたので、その見出しを紹介しておきます。テレビ朝日羽鳥慎一モーニングショー、 SNS 画像加工のネガティブ影響をめぐり視聴者から異論続出、テレビも SNS と変わらない。これは番組定番のパネルコーナーで、 SNS がネガティブな情報を拡散しているという趣旨でした。ただ番組を見ていたネットの皆さんから、ネガティブな情報の拡散はテレビ、ワイドショー、とりわけモーニングショーにだけ言われたかないな、みたいな声が多く寄せられていたというものです。はい、この話題に有田芳生さん、宮原健太さんを重ねてみます。気に入らない話には裏から手を回しプレッシャーをかけ、ゴミのような記事だとか SNS はネガティブな情報が拡散されるというレッテルを貼る、つまりこういうことです。闇に隠れていびる、俺たちとっても陰険なので、デマに偏見まき散らし、気に入らなければゴミ屋来たい、俺以外がみんな悪いの、おっこちゃんもバイオン人だってね、他人の不倫は下手人でいかんかんって言ってるけど、俺らの不倫はレベルメンし、何でもかんでもゲスク、文句言ってればね、文句言ってればあバレちゃったダフンだと、冗談はともかくとしておきます。結論を述べます。ネットの向こう側にいるのは視聴者であって、読者であって、有権者です。そのネットの声を伝えたのがスマートフラッシュなんです。よって今日もあのメロディーが聞こえてきます。立民惨敗議席減、立民惨敗健太首。ネットの声という民意に耳を傾けない、そんな人らが中にも周辺にもいる政党は、消えた消えた惨敗そんなり、これまたネットの声という視聴者読者を大切にしないマスコミが、消えた消えたよっととなるのはもはや当たり前のような気がする今日この頃でございます。ネット社会により我々の微力が無力でないことが可視化されています。というわけで、みんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
新春すぎる、ネクスト、一旦と人生です。と番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム、みやちゃんじゃんけんじゃんけんポー、私がパーなのでチョキを出したあなた、サインはぷい、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、着替えますね、ダブルで送っておきます、ハンパー、ミミミミミミ、そしてグーを出したあなた、頑張っ、それでは本当のバイバイ。